今日の大会ですね。はい、おはようございます。ミカド5月月曜大会となっておりますけれどもね、はい、もう画面に映っているゲームは一切実は関係ございませんということでね、こんなゲームはどうでもいいです。どうでもいいです。これはこの大会、このゲームで大会はやりません。誰がやるって言ったんだ、誰がやるって言ったんだということで、じゃあ繋げますよ。タイトルは、はい、ババン、これです。はい、 VS、10ヤードファイトで大会をやりたいと思います。で、アメリカンフットボールに詳しいアキラ君とね、一緒にお送りしていければなと。これ僕大いなる勘違いをしていてですね、 VS 基盤をコンプリートしてやる任天堂の VS システムですね。はいはい、そうですね。それで、うわ、テンヤードファイトも買わなきゃダメだっつって買ってきたら、これ VS テンヤードファイトっていう名前だなだけであって、そう、違う、あの、ただ普通にアイレムの M62 基盤で何っつって買わされたと思って、あれっつって、あれっつって、全然コンプと関係ねえじゃん、関係ねえじゃねえか、任天堂じゃねえじゃねえかみたいな。まあそんな感じで、そうですね、アイレム基盤はちょっとの動機がおかしいので、ちょっと呪いがかかってる、ね、アイレムの呪いです。ジジイに解いてもらわないといけないんですね、ジジイに呪いはね、光やれ。じゃあやりますか。で、この10ヤードファイトはどういうゲームなんですか。これアメフトなんですよね。アメフトちょっとやったんですけど、なんかボコスカウォーズっぽい見た目です。そうですね、だいぶこうアメフトなのかなと思うと若干、お、え、マジでって時も結構あるんですけど、なるほど。まあもうね、あの、皆さんアメフトのルールはもう周知の通りだと思いますけどもね、皆さん知ってると思いますけども、知らねえまあ改めてね、まあ数少ないね、あんまりアメフト知らない方もいると思いますので一応軽く説明しておきますとですね、はい、まあ攻撃側のチームと防御側のチーム、まあ、分かれてるんですね、ディフェンスチーム、はい、オフェンスチーム分かれてまして、はい、オフェンス側攻める、でも、まあ、ディフェンスがもちろん守るんですけども、はい、オフェンス側は、攻めるチャンスが4回あります、はい、でその4回のチャンスのうちに、合計10ヤード進まなければなりません、はい、そうしないと攻守が交代してしまいます。まさに10ヤード、はい、そうです、まあ、4回合計で10ヤードで、もし進めなかったら交代ですね。で、ただしですね、この10ヤード進む過程で相手がそのパスを取ってしまう、相手にボールを奪われるなんてことがあると、その瞬間にも攻守が入れ替わります。ああ、なるほど、はい、まあ、インターセプトというんですね、パスを取ってしまう、そうするとそのまま相手が攻撃になって逆にもう攻撃、点数入れられてしまう可能性すらあるという感じなんですね。なるほどね、はい、あ、今コメントにいいコメントがありましたね。俺はスクールウォーズ見てたぜ、それラグビーラグビーです、関係なくねえかみたいな。アメフトはですね、ラグビーと違うのが、あの、ボールがついた時点でもダメなんですよ。アメフト、ラルグビーはなんかこう笛くまで止まらないとかあるじゃないですか、面白い、あ、やめろやめろってなるから、じゃなくて本当についた瞬間になってダメなんですね。なるほどね。じゃああんまりそんなちょっと違う、滝沢先生の教えは役に立たないと。役に立たないです。なるほどね。今から俺はお前たちを殴るっつってまあいいや、じゃあ適当にやっていきましょう。はい、この人数ですよ、特別ルール。あ、このルールの、ね、このゲームね、ちょっとやった感じだと、まあ、若干長いので、ぶっちゃけタイムいっぱいまでやっちゃうと、だから、まあ、1つはタッチダウン取ったらその瞬間に勝ちでいいと思うんですよ。で、インターセプトされてもその瞬間に俺勝ちでいいと思ってます。で、なるほど。あとはその、まあ、4回のうちに10ヤード進むって、まあ、ファーストダウンって言うんですけど、それが取れなかったでも負けでいいと思います。俺は、じゃあじゃんけんして先攻か後攻か決めろってこと。そうですね、ワンピー側が絶対先攻になるでしょ。なるほど、じゃあ分かった、はい、じゃあワンピーが先攻したらタッチダウンしたら勝利、タッチダウンしたら勝利、ワンピー側はタッチダウンしたら勝利、じゃあツーピー側はインターセプトしたら勝利ですね。これでいきますか。じゃあで、長いですから、その4回の合計でその10ヤード進めなくて攻守交代しても負けです。どっちが負けなんですか。ツーピー側が負けってこと。その攻め側が負けで、攻め側が負ける、更新できなかったら負けでいいと思います。それでいい、昨日やった感じだとそれぐらいでいいと思います俺は。わかりました。でもし時間いっぱいまでいったら合計点数とかそんな感じですかね。はい、わかりました、はい、じゃあルールはあの僕らが指示するので今からウィキペディアで勉強してください。はい、じゃあダーノーさんと鳴沢優衣君、じゃんけんして1ピーか2ピー決めてください。1ピー側が、攻撃側、2ピー側がディフェンス側だそうです。2ピー側の人はインターセプトを狙えと、で1ピー側の人は、10ヤードタッチダウン狙ってください。はい、狙ってください。これね、あの高校の人インターセプトした瞬間に勝利ですけども、まあ、そのままタッチダウンの可能性もありますからね。
まあ、決勝はもしかしたらフルタイムやってもいいかもしれない、ね、決勝はガチにしますかね、はい、はい、はいはい、行きましょう。先行がダーノーさんかな、 1P 側、はい、で 2P 側が鳴沢ゆい君ですね。じゃあ VS 10ヤードファイト大会始めまーす、で、あ、ま、これが今ボコスカウォーズ状態、これで10ヤード進めばいいわけです。まず相手が蹴ったやつをキャッチしてそれで進んで、このとこから攻撃がスタートです。なるほど、今40ヤード手前ぐらいからスタートですね。なるほど、じゃあこれはもうダーノーさん側はもうとにかく前に今攻めてます。今この右上の方にはタイムの人ファーストダウン10、ファースト10ってですね、うん、じゃあ最初の4つのうちの1つ目で残り10ヤード、これ今後ろに下がりました。もうこれ潰された位置がちょっと後ろだったんで、セカンドヤード11ですね。なるほど、で鳴沢君はそれを防げば勝ちということですね。そうです。なるほど、お、パスを回したよ。でこれね、基本的に応用側の追っかけてくる人の方が早いので、なるほど、頑張ってください。なるほど、意外とうまくいかないもんですね。さあサードダウン6、これ結構きついですよ。操作大丈夫ですか。パスとかもありますからね。パスありますか。走れ走れ走れ、どんどん稼げ稼げ、もう走り切ったら、あ、それはやばいよ。さあフォースダウン、普通だったらパントするんですけども、このゲーム突然フォースダウンギャンブル強行されます。強行されなパントなんて概念はないです、このゲーム。なるほど、常にフォースダウンギャンブル。これはあくまで10ヤードワイドというスポーツ。スポーツ4ヤード進め進め、負けです。これで攻守入れ替わったはずですね。なるほど、ということで鳴沢優衣勝利ということですか。これは止めたんで勝利です。はーい、鳴沢優衣勝利。まあこんな感じでいきたいと思います。じゃあ次、ヨス君と適当君お願いします。これがね、結構難しいね、あ、かもしれないですけども、割とね、いけるんですよ。その10ヤード大体更新できちゃうんですね、やってると。これで10ヤード同級生出るかもしれないです。出るかもしれないですね。全員でアメフトやってるっていう。アメフトやってる。いやー、まさかね、VS 基盤かと思ったら全然違う、違う M62 の基盤だったっ。あれ、なんか違うなぁ。なんで俺こんなの買わされてんだよと思ったみたいな。1P 側敵と攻撃、 2P 側ヨス君防御。じゃあ防御するか攻撃するか決めてくれ。これまあね、基本的に相手のいない方にどんどん走っていく、外に外に行くのがいい感じですか、ね、なるほど。とりあえず距離を稼ぐと。さあこれでここスカウォーズ状態から始まるわけですね。いけるか。レレ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 。だいぶいってるよこれ。だいぶいったよ。これタウンあるよこれ。これ。あ、おおおい。開幕あるぞ。敵とまさか10ヤードファイター。ちゃんとちゃんとちゃんと追いかけろ。ちゃんと。お、ハーフライン超えたぞ。捕まれた時レバーガチャしてください。止まんねえよこのスペシャルチーム。やべえ、後ろに下がったらやばいですよ。ああ。さあでもかなり稼ぎましたね。10ヤードファイターだったんですね。やばいですね。10ヤードストリートファイター。すごいとこからスタート。これタッチダウンもありますよ。さあ横にパスして、あ、あ、これいいですね。あ、これいいですね。避ける、うまい。うまい。これでもう最初のファーストダウンこれ更新しましたね。多分これでしたよな、多分。あ、残り3ヤードありますね。セカンドダウン3。あ、本当だ。残り3ヤード。後ろ下がっちゃうとやばいですよ。それこれはロスしちゃった気がするな。ちょっとロスで。これでいかないとダメなの？そうですね。あともう一回あるっちゃあるんですけど、さあそこに、あ、捕まれてしまった。これはやばいよ。次はラストチャンス、まあ、4回攻撃ができるということね。そうですね、これがラストですね。フォースダウンギャンブル、これで成功しなかったらここからこの位置から相手のね攻撃が始まってしまうという。おいおい、横横横に行く、横に、あー。というわけで勝ったのはヨス君ですね。ありがとうございます。はい、早いですね。早いですね、このスピード感ですよ。じゃあ、信号と情報部員お願いします。これだとまるで防御側が超強いゲームに見えますけどね。やれる人はちゃんとやれますということでね、皆さん練習してください。結構攻めてる人が律儀にやってますね。なるほど、律儀にやってる。あれです、人のいる方に行っちゃダメです。なるほど、そういうゲームじゃない。そういうゲームじゃないですか。逃げてください。逃げてくゲームですね。あと下がる必要もないです。はい、さあ、ボコスカウォーズ状態から。でででででで。あっ！ちょっと下がる。まあでもここはね、割と普通の位置ですかね。40ヤードあたりから。なんか俺このゲーム面白そうだと思うんだけど。でも結構やってる。結構いけてるよね、これね。なかなか面白かったですよ。さあ、パスを回していく。
そもそも最初に始める位置の関係もあるんですね。はいはい、相手の位置を確認して、そのどっちからスタートするかっていうのも結構駆け引きとして意外とあるので。なるほど。このランニングバックにどこで渡すか。なるほど。あと前にパスするっていうのもあるんですね。うん、ワイドレシーバー。あーそれはまずい。あと9ヤードですよ。これかなりきついですね。さあ今のところタッチダウンに成功したプレイヤーがいないという、もしかしたら防御側有利なのかと思われてしまいそうですが、俺今ハッタさんにメタされましたけど、さあラスト、ホースダウン、ホースダウン、ホースダウン7、相当きついですよこれ。あと7ヤード、はい進め、うわー、レバガチャ、レバガチャ、おお、いったけどダメだ、ダメだった。というわけで勝ったのはどちら、シンゴ君かな。はい、みんなパスしないですね、前にパスが、みんなランで行ってますけど。アルイシ君とエンテイ君、じゃあお願いします。これはもう川浜一のワルを連れてくるしかないですね。このね、普通セブンヤードはパントだけどなって言ってますけど、もう1ヤードだろうが何だろうがパントです普通は。なるほどね。残りは普通はよっぽどのことはねえ限りは。オリジナルルールということで、やばいですね。これ、え、蹴れねえと思いましたもん、やっぱり。え、なんで、あ、ここでパントで返しかと。何、攻撃側エンテ、ツーピー側、防御側アルイシ、じゃあお願いします。これエンテやってんじゃないですか、意外とこういうの。さっきこっそりやってましたからね。こっそりやってましたか。エンテ選手は来週アレックスキットもありますからね。あ、そうですね。さあボコスカウォーズ、ボコスカウォーズ、さあエンテ行かれて、おお、避けた、すげえ、おお、うまい。お、あ、エンテまさか、エンテまさか、スペシャルチームそのまま行ってしまうのか、行っちゃうのか。あーっと、ここで捕まる、タックル、真ん中ぐらい、結構進みましたね。さあエンテ初のタッチダウンフィーバーを決められるかどうか、あるかですね。さあ足の速いのが来たぞ、タックル、ちょっとおっと、これは速い、この下手にタックルしちゃうと稼がれてしまう。これで、それでは超えましたね、ファーストダウンしましたね。いったな、これ、これ止めないとやばいですよ。さあ35ヤード、これ昨日やってて思ったけど、フィールドゴールってあんの、これ。フィールドゴールって概念ある、これ。フィールドゴールってあのタッチダウンじゃなくて、蹴って点数入れるやつ。多分ないよね。ないんじゃない。キックチームがそもそもいないんだよね、だからね、これ。だからこれ、タッチダウンかそれ以外、なんもないかなんだよ、多分。さあ、進めていく。はい、おいおいおい、振りほどいていく、やる。あ、やる。これでもう通常はフィールドゴール圏内なので3点は確定なんですけど、このゲームはまだ0点の可能性があると思う。巻いて巻いて、うわーっと、これはほぼトントンくらいかな、ちょいゲイン、あ、同じくらいですね。おー、前前にパスした、通った、1000点、通った、1000点入った、1000点勝利いきましたね。あー、1000点勝利、これ更新はしたんじゃないか。あ、ファーストダウン更新しましたね。はい、残り15ヤードラインまで来ている。さあここでランを選択して、止めに行けない、あ、これはランあるよ。微妙に避ける、避ける。さあ行けるのか。うまいですね、パス、やっぱやり込んでますよ、これ。あった、くるくるよ。あ、やばいですね、帝のトム・ブレイディになりますよ、これ。やばいな、とんでもないですよ。あっ、パス、いった、インターセプト、ということで、エンテ負けです、エンテ負けです、アルイシ勝利、インターセプト。いや、調子こいてパスしちゃうから。え、どこだ、あ、こっちだ、あ、こっちか。じゃあ、秀樹対ケームお願いします。ゲームはね、もう星の数ほどスポーツをやってますからね。もう、もうこれいけますよ。いや、このようにこうインターセプトがね、即死っていうのはやばいですね、これ。インターセプトは死です。うん、守ればいい、とにかく守ってくれ。じゃあ 1P 側秀樹、 2P 側、ゲーム、まあ、エンテイ様はあそこでね、こうランで地道に行けばまた分かんなかったですけど、ね、うん、何やってんの、ヒデキさん、早く座れよ。ヒデキ、何やってんだよお前。
全く攻撃側が勝てる要素が見えないんですけど、どうなんですかね。どうなんでしょう、これは頑張ってほしいですね。まだみんな、もしかして10ヤードファイト童貞だからってこと。あ、そうですね。とりあえず1回戦はそれぐらいでいいかなと思って、一番厳しいルールで今やってますけど。まあいいんじゃない、まあ徐々に緩和していってもいいですか。さあ、秀樹、ライン外側を走る走る。おっと、タックル。秀樹は今攻めてる方ですよね、ワンピーだから。3ヤードだけ進んだ形。さて、パスって、さあ外に外に走っていく。あ、止めた、いいよ、ナイス連携。あ、いいですね、いいですね。あっ、振りほどいていく。おお、やばいやばい。でも行ったんじゃないですかね、結構。残り1ヤード、これはランで押し込みたいところですけども、突破しないのか。もうしたのか、あれ。超えた、超えましたね、これで。さあ、でもファーストダウンは更新している、うん、あとはやっぱ2ピー側がインターセプトを狙うしかないですね。そうですね。あっと、おっと、前下がってパスして、あ、通った、これはビッグレイン。これはかなりいきますね。あ、でも追いつくの早いな、早いな。おお、振りほどく、すごい、だいぶ振りほどいた。うまいですね、今引きつけてギリギリまでやってから前にパス、非常にうまい。なるほど。からのからの、お、避けていく。あ、そう、インターセプト。勝ったのはゲーム、ゲーム勝利。狙い澄ましましたね、今。うまいです。ここだろうって。じゃあ、銀次郎となる、お願いします。じゃんけんして攻撃、攻撃か、防御か選んでください。でもまさかね、ファミコン版のテンヤードファイトなのかと思ったら違かったっていうね、うん、ノールックで基盤買っちゃいましたけど ね、ちょっと違うということで、安かったんで。そう、まあ、VS 基盤をコンプリートすることなんかほぼできないのでね。なる 1P 側、2P 側が、銀次郎くんですね。お願いします。やっぱりルール分かってるとアメフトも見ると面白いみたいですからね。あー、ほんと面白いですね、あれは。かなり駆け引きが熱くて。そうだね、結構俺友達がやっぱ好きでさ、すごい説明してくれてさ、ルールとかさ、まあ、全然頭入ってこなかった。分かります、分かります。アメフト好きの人の説明って入ってこないんですよ。入ってこないよね。そう、全然入ってこなくて、うん、よく分かる、全て聞いたとよく分かんないみたいな感じだったんですけどね。でも向こうだと絶大な人気があってですね。もうもうすごいです。下手すると一番人気ある。いや、一番人気ありますね、ま、もう間違いなく。メジャーリーグとか含めて。そうですね。サッカーはダメなんだってね、アメリカってね、人気ないんだってね。はい、もうアメフト、フットボールといえばこれ。これですね。アメフトがあって、ホッケーがあって、バスケ、野球とかじゃないですか、多分ね。やっぱりこの任天堂さんとかがゲーム化してほしかったところですけどね。一番最初に出たのがこのアイレムのテンヤードファイトだったんですね。オブライオブライ、かわしていく、うまい。おー、タックル効いた。あったまだちょっと足んない。あ、更新しましたね、更新しましたね、500点。このゲームさ、昔のゲームのくせになんか結構芸が細かいというか。そうなんですよね。ねえ、なんかいい感じですよね。このハットハットの掛け声もかなりよくできてるなと思って。実際のね、アメフトでもこうやってタイミングずらしたり測ったりするんですけども。おおお、走る走る、これはだいぶ走る、避けていく、うまい、うまい、かわしていく、やる、素晴らしい割れでしょ。僕かつてメガドライブのゲームコンプリートしてたんですけどよ、ソフトね。で、全然やりもしないジョー・モンタナフットボールいっぱい持ってましたもん。もうマイアミの奇跡ですからね、あの頃は。あれとね、ゴルフ買うのがすげえ辛いんだよね、やらないの分かってて買ってたから。
ペブルビーチのこれ、ああいうやつね。さあ、あ、こけた。はい。ちょっと見たいですよね。そうですね、やりきるとこなんとか頑張ってほしい。結構きついんですよね。どっかしらでは止められてしまう印象があるんですけども。なるほど。あー抜けましたね。ただこれ最初の10ヤード止めきるのは結構大変なんですけども。あるか、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 さあ、あるのか、いけるか、いったらどっちだ、いっちゃうような、あ、違う、あ、違うんじゃないか、今の300。いやー、まだだ、まだだ。パスダウンゼロインチ、ヤードですらない、パスダウンインチ、いけるか、いけるか、いけるか、つかめ、おい、タッチダウン、なる勝利、お見事、やる、素晴らしい。やっぱなる持ってますね、持ってますね。え、なる、なる、あっちゃんでね。じゃあ次、鳴沢ゆい君とよす君、じゃあじゃんけんして 1P、2P 決めてください。いや素晴らしい。で、ポイントアフタータッチダウンは、このルール面白いんじゃないですか。大会でいきますよ、これ。結構いけんじゃねえかと思うんですよね。まあ、このように攻撃が勝つとかも最後最後で見せられたんで、よかったね。どんどん面倒くさくなるだけなんで、これくらいでいいかなと思うんですけどね、個人的には。まあ、キックがなくてよかったのかも。で、1P側、鳴沢ゆい、2P 側、ヨス。とりあえずこれでやって、もしまたやるときがあったら、例えばファーストダウン更新できなくても、そのまま攻守入れ替わるだけで続くとかでもいいかもしれないですけどね。まあいいよね、人数にもよるんだよな。そうそう、やっぱな、これの人数だとちょっとね、長くなっちゃうので。まあ多分鳴沢くんはアメフトのあの字もないと思うので。そうですね、頑張ってほしい。多分同級生とかでアメフト部とかいないと思う。いないですね、絡みづらい。そうですね。あっ、パス、あー、勝ったのはヨス。やるなよ、す勝負に出たんですけどね、惜しかったですね。よかったですけどね、あれはね。じゃあ、シンゴ対、ウニカさんかな、ウニカさん。よく帝でさ、なんかゲーム、はい、ゲーム扱うと基盤屋の値段が高くなるってよく言うけどさ、明日からお前ファミコン屋の10ヤードファイトが3万ぐらいになるもん。プレミアソフトだよ。プレミアソフトですよ。買取500円みたいな。買取500円、売り値は3万円みたいな。そうそうそう。1P 側ウニカ、2P 側シンゴ。シンゴはオフェンスとなります。はい、さあ、危ない。止めていく。さあ、割と普通の位置くらいですかね。個人35ヤードラインから。あ、そうなんだよね。パート外出ていく。これね、実際のアメフトだと、あのボールが止まっちゃった時点で、はいはいはい、インフィールドだとタイムが止まらないとかのルールがあるので、はいはいはい、あえて時間がない後半とかに、うん、外に出てタイムを止めるっていうのがね、結構鍵としてあったりするんですけど、なるほどね、これだと全く意味はないですね。なるほど。更新した。おー、これはだから止められるまで走った方がいいですね。あー、そういうことか。外に出る意味がないという。はいはい。そうね、あのアイレムのソフトは LED がね、あ、当時、今では絶対使われない発光ダイオードと呼ばれる発光ダイオード。あーと、コース埋めテクノロジーで、あるの。おあ、止まった。まあ、あれで引か、カセットの形状が違うっていうのは、自社生産を許されたメーカーでないと出せないんですよね、ファミコン時代はね。三電子とかは途中で許されなくなったっていうのが分かるんですよね。許されざる三電子。そうなんですよね。ここで止まる。まだもうちょいあるかな。あ、言ってましたね。微妙なところですね。微妙なところですね。あー、バスダウン更新。おっ、タックル。あー、切った切った。避けた、避けた。これを二人避けたのはでかい。でかい。ここは避ける、うまい。切った。あ、何これすごい。あるあるあるのか。あー、あるー、残念。ちょっと前の選手でランニングバックで、あのディフェンスのやつが何人か引きずったままゴールしたようなやつがいて、ベティスっていう人がいたんですけど、あだ名がザ・バスって言われてましたから。なるほど。そいつにボール持たせると絶対止めらんねえ。プロレスラーみたいですね。やばかったですね。でも
アメフトの選手実際体ごつい強いですからね。いやもうすごいですね。基本的に全部カウンターでこけさせられるわけじゃないですか。そうなんです。だから相撲なんかよりよっぽどきつい大けがする。むちゃくちゃですよね。そうですよね。狙いどころがわからないところからタックル食らうわけだからね。さあ画面中さあパス回していく。おーや止める。ここは止められてしまう。残り6ヤード。あっロックした止めたい。ここは止められる。3ぐらいかな。3ですね。フォースダウン3。カウントして回して、あー止めた。止まってしまったということで、これで攻守入れ替わるので、あ攻守入れ替わりましたかね。はい、じゃあ勝ったのはシンゴ、お見事守り切ったということで、はい。じゃあ次セリスケさんとアルイシさんです。そうそうそう、テンヤードファイト最初に出た基盤のやつは対戦できなくて、はいはいはい、ファミコン版と、まあ、これ対戦できるようになってるっていう感じなのかな。確かできなかったっけ。できたような気がしたんだけど正確に覚えてないんだよね。さあポコスカウォーズ 1P 側がセリスケ君かな。 2P 側、ああ止めた。さあこれこう、さあパス回して弾い攻めていく。これゲイン狙えるんじゃないか。あーっとおっと踏まれた。これ本当ちょっと横に一瞬走るフェイントみたいのが相手が飛びついてくる時以外は全然意味がない行動なので、もうひたすら前入れの方が、前入れの方がいいかもしれないね。要はその進行方向振ったところで、そうそう結局止められちゃうから。そうなんですよね。これ、まあ、どうせ止められるものと思って少しでも前に行った方がいいかもしれない。なるほど、後ろに下がってしまうのが一番良くない、ね、そうですよね。タックル切って、ああいう時にはいいよなんですけど、あそれ良くないんじゃないか。よし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 、あ、これ前数が多かったですね。残り5ヤード。さあ攻撃側はセリスケ君となっております。あ止まったか。お、コシー君うまい。コシー、コシー、あーこれは微妙に足りないか。どうどう、コシー変わっちゃうか。あ、変わった、うん、変わりましたよね、うん、勝ったのは R 石。微妙なとこでしたね、はい、ケーム君となるですね。お願いします。やめちゃったこのルールいいですね。早い。もうこれくらいの方がいいかなと、うん、いいよね。相当悩ましたね昨日やって。これすげえ長えなと思って。ああそうだよ、やりてえけどなと思って、うん、まあまあもうあくまでアメフトではなくてテンヤードファイト、テンヤードファイトですからね。ワンピーガーはゲーム、ツーピーガーはなる。お願いします。さあゲームがオフェンス。さあ先ほどはディフェンスで偶然勝っちゃったゲームって感じでしたけれどもそうですね、インターセプト決めてました、ね、インターセプト。今度はオフェンスということで話が変わってきます。今のところ、そして 2P が前回、初タッチダウン決めたナルが今度はディフェンス側となっております。ナルは名勝負製造機として結構いろんなの持ってますからね。おお後ろからすぐ、まあ、実際このファーストダウンで一気にねパスで稼ぎたいけど、そのパスはインターセプトで即死の可能性があるというルールなので、即死がある、パスが怖い、怖いですよね。どうしてもランで地道に行くしかないかなって感じになっちゃうんですけども、さあ、まあいいでしょう。あ、CPU 戦で、あ、これ CPU 戦なの。あ、これね、2P 側から押さないとダメなの。あ、すいませんね、なんかなんだなんだ、ちょっと違うなと。じゃあ、すみません、ちょっとやり、これ分かりづらいですね、人がやってるかどうか。あ、なるほどね。あの、変な色のやつがいなかったやり直し、はい、やり直しです、すいません
さあ 1P 側ゲーム、 2P 側なる、止めるなる、そして攻めるゲームとなっておりますね。あ、うまいな、避けてうまいですね。そう、あれなる、なる、あ、これ飛びつくタイミングが悪いとこのようにビッグゲインになってしまう。これやばいんじゃないの。これはゲーム独走しますよ。スペシャルチームがそのままタッチダウンありますよ。あれ開幕キックリターンタッチダウン、あ、なかった。え、それ実際あんの。それありますあります。スーパーボールなんかでもあって俺がおいと思ったやつ。なるほど。開幕意外とあります、ね。ほら、テンヤードファイト人気あります。1000人見てますよ。あ、すごいですね。大人気。大人気ですよ、テンヤードファイト。テンヤードファイト。テンヤードファイト。オーエドファイトみたいな。オーエドファイトみたいな。バーニング。危ない。危ない危ない。もう殴って倒れたみたいになってましたから、ね、ドーン。あー、ロスしてしまった。サブダウン12やばいっすね、これは。ロスりましたか。さあパスして、さああとはボコスカボスだ、頑張れ。ロスってしまう。あー、ちなみにクォーターバックでロスリスバーガーってやつがいるんですけど、はいはい、これめちゃくちゃでかいんですよね。なるほど。すげえ。でビッグベンって呼ばれてるんですけど、ベンロスリスバーガー、そいつのね、名前を持ったロスリスバーガーってハンバーガーも発売されたって話があるんですけど。おお、さあ、おっ、あ、これはどうだ、更新してない、やばいんじゃないこれ。入れ替わるか、どうだ、あー入れ替わった、というわけで勝ったのはナル。ナル持ってますね、攻撃が。ナル防御もうまいぞ。じゃあ準決勝、ヨス君対シンゴお願いします。これまあ準決勝なんで一応確認ですけど、決勝戦になったときはこれタイムいっぱいまでやるってことでいいですか。いよいよ、じゃあ決勝はガチで、ガチでいきましょう。もうあの途中インターセプトとかタッチダウンで決まりもなしで、なしでガチでやってみましょうか。試しに一回やってみましょう、決勝だけね。で 1P 側ヨス、 2P 側シンゴ。その場合ってスコア勝負になるんですかね。やろうな。多分下手したらタッチダウン取ったから負けるかもしれないですよね。あ、そうです。もしかしたら分かんないですけど。さあラインを更新できるか。2度目の攻撃、パスして画面端、みんなこの端からやっぱ攻めるね。あ、これはラインちょっと外出た、出ちゃいましたね。出ちゃうと攻撃終わっちゃうんだ。終わっちゃいますね。なるほど。外には出るな。あ、あれ、これはだいぶやばいですよ。サードダウン、これはないんですね。ない。ラインアウトしてしまうと攻撃が終わってしまうそうなので注意。これファールとかないですからね。バッタイとかないですから。お、パス、あー、インターセプト、勝ったらしいご。うめえ、うめえ。じゃあ次、R 石くんとなる。これファールとかで15ヤードバッタイまであるんですよ、最高で。5ヤード、10ヤード、15ヤードってあるんですよ。そんなに下げられるんだ。やばいっす。だファーストダウン、これ10ですけど、25とかよありますよ。あ、なるほどね。もう無理みたいな。それは無理だよね、無理、現実的に、ね。はぁみたいな。実は10ヤードファイト面白いんじゃないかなと。じゃあ 1P 側なる、 2P 側が、R 石くんですかね。お願いします。まあいいんじゃないですか、それはそれで、それはそれで。さあ止められる。おっと、タックル切ってボコスカウォーズ状態を保っている。これはやばい。ああ、間を縫ってきた。うまいですね、いいタックル。さあ、なるほど。先ほどね、タッチダウンがありましたからね。ありましたね。もう一度2発目期待したいってことですけどね。おっと、これは止まった。おお、粘って粘った。あー、潰された。これはちょっとロスしてしまったか。イレブン、どうしてもこのディフェンス側が足が速いルールなので、このランで進むとあんまりゲインできないですよね。ちょっとね、やっぱどっかでパスをしたいところですよね。やっぱ必要とされるところがあると。まあだからもうこれ勝てねえなと思ったら行っちゃってもいいですよ。そうですね、もうどうせ負けるならわーっつって、うん、ワンチャンあるぞってこと。さあ走る走る、いけるのか、切っていく。おお、ある。あー、更新したか。
さあ残り1ヤード押し込みたい。なんとかしたいですね。すごく投げる、あ、人いないですね、うまい。これで更新、人いないところだ。更新しましたね。よしよしよし、アタック。外に基本の中立なんですね。素晴らしいフェイス。さあインターセプトには注意したい。お、よけた、よけた、よけた。あれよけたのよ、でかいですね。お、いいんじゃない。お、なる、お、これはなる、うめえぞ。あるのか、あるのか、あるのか、これは、これはや、あ、タックルが伸びる。かなりビッグゲイン出ましたね。残り36ヤードくらいですかね。いや、なる、このゲームのコツ掴むの早いですね。早いですね。おお、うまい、うまい、これ余計のうめえな。着実に進んでいく。ランが。さあ、パス、回していく。お、切って。また切った。うめえ。ああ、ここが引っかかってしまった。少しプラスかな。ダウンシックス。残り6ヤード。さあパス回し。正面。お、お、まあまあ。お、かわす、かわす。ああ。これまだちょっと残ってますかね、これ。はい、いやー、1ヤード。オースダウンギャンブル。1ヤード。これでなんとか1ヤード進みたい。そうですね。進まないと負けてしまう。負けてしまう。ここでなる。止められます。要所見せる。あ、更新した。ああ。ありますね。ナルモンタナありますよ。ナルモンタナありますね、これ。よっしゃ。切って、切った。ああ。残り20。これもさっきも言いましたけど、本当だったらフィールドゴールはもう確実なラインなんですけどもね。ああ、なるほど。ここからだったらフィールドゴール狙えると。もうこれだったら多分それは技術的にこの頃できなかったんだろうね。多分無理だったんじゃないですかね。あれ、うん、うん、うん、残り10秒。まあこれは場合は防ぎ切った場合は防御が勝ちでいいですかね。じゃあね、いいんじゃないですかね。はい、切った。さあ更新するか。時間がここで止まる。フォースダウン3。成功しても終わりの時ありますからね。ああ、そうか、終わっちゃうのか。あ、増えるんだ。あ、これでも通りましたよ、ね、やっぱ行けば行っただけはあれなんだ。ファーストダウン更新で、あ、増えなかったですね。というわけで、2ピン勝利。この場合はどうします。ファーストダウンは更新してましたけども、あんまルール決めてなかったな、うん、どうしよう。でもずっと進んでましたからね。もう一試合やらせるか。やらせますか。じゃあもう一回やってこい。まあ準決勝ですしね、もうちょい見ましょうか。もう一回、もう一回、もう一回、ちょっとよく、もういいんです、こういうふわっとした感じ。逆にすっかじゃん。逆で今度いいんですよ、これぐらいで。キックがないのが悪いんだよ。そうそうそう、そもそも何べもアメフトじゃねえんだから。じゃあワンピが悪いし、いいです。攻守入れ替え、ツーピー側なる。次回までにちゃんとしたルールを決めとき、ちゃんと決めときます。やるか分かんないけど。さあダウン。いや、これでもし点数勝負になると、これ防御が一切点数入ってないですよね。ああなるほどね。そうだよね。パスダウン更新とかの時、あとパス通すとか、それで点数入るんで、なるほど、防御側入る機会がインターセプトしかないんですよ。じゃあ決勝戦どうすんだって話だよね。点数攻守入れ替えてやりますか。ああそうする。まあこれコンティニューして続けてもいいですけどね、うん、時間を増やして。あ、インターセプトしたのか。あ、インターセプトか。あ、インターセプト、この距離をインターセプト。あったな、あるある。サックですらない、インターセプト。やべえ、なるやばい、あれやばいですね。ランに回って、なるが勝利ですよね。今のはやばい。じゃあどうしよう、決勝戦どのルールにする。まあ、タイムいっぱいまでやりますか。ああやりますか。じゃあインターセプトとかどうします。
攻守入れ替えでやる3本戦ですか。じゃあそれで、じゃあそうしよっか。うん、じゃあそれで、じゃあそれで4はあれでしょ、今のルールで3本やるってことでしょ。そう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 、はいはい、じゃあ分かった。じゃあ3本戦で、じゃあ天ヤードホワイト大会決勝戦始めたいと思います。 1P 側信号、 2P 側なる3本、あ、2本選手ってことね。2本選手で勝利となります。1回ずつ攻守入れ替えます。いいですね。いやもうルールがどんどんね、いろいろ今作られるということで、なくていいんじゃないの。3回やるんだったら今のルール3回でいいと思うよ、うん、ちょっともう10ヤードホワイト移植待った話ですからね、ここまで。ありえますね。今頃もう基盤屋さんの値段も、今基盤屋さんの値段大変なことになったら10ヤードホワイト5万だな、なんて5万上乗せするか。昨日まで聞いたことねえなって割りますとか言って急にツイッターとかにぎわっちゃうんで、ヤフオクに出店しちゃう。ちなみに僕これこの基盤買った値段の3000円ですからね。あ、でも明日はもう5万3000円です、ね、さあ、信号が走るよ、どこまでも。さあ、なる、追いつけるか。しかし、まあ、信号もなるも、こういうなんか怪しいゲームはすぐ上手くなりますね。上手くなりますね。本当にコツを飲み込むのが早い人ってありますよね、はいはいはい、おー一本選手なる。じゃあ攻守入れ替えです。いやー今隙を狙ったんですけどね、見逃しませんでしたね。じゃあなるはこれで優勝リーチと。優勝リーチですね。今度はオフェンス側がなる。そうですよ、今買ってください基盤、明日になると高いですからね。今買ってください。今買ってお前が売るんだね。そうそう、お前がそれで売ればいい。俺は4万で売るよみたいな。ワンピーはなる、攻守入れ替え、なる優勝リーチなるか、あ、優勝なるか。さあそして信号はディフェンス。なるこのかわすのうめえんだよな。すごいね。何のゲームで練習したんだよな。成長の狼ちょっとさすがチチェッツとか、チェッ振りほどくうまい。何のゲームで練習したそんなに。さあ真ん中、さあ頑張ってよ、かかわすかーっと。さあセカンドダウン9テクモのなんだっけ、グリダリアンファイトでも大会やるか。あれ確かワールドカップと基盤一緒だよな。うわこれもかわした。うわっと危ない。あ、そうだ、基盤買うならマックジャパン。そうですね、基盤売るならマックジャパン。そうですね、そうだ、僕それを言うと50円もらえるんだ。さあ止めていく。 VS10 ヤードファイト買うならマックジャパンへ。残り1ヤード、残り1ヤード、更新あるか。なる、なんとしても止めたい。ここはランを選択して、あっと、いけなかったんじゃねえか。あ、いけないな、行ってないでしょ、多分。ということで、シンゴが勝利、はい、1-1。じゃあ最後に、もう一本入れ替えします。じゃんけんして決めるか、じゃあ最後1-1なんで。いや熱いですね。まあ実際のね、アメフトでもやっぱこうディフェンスが強くないとやっぱどうしてもいけないということで、まあ、オフェンス強いのも当然なんですけども。さあ決勝戦、佳境に1-1からの3本目、1P 側、シンゴ、2P 側、ナル。タッチダウンか、それともインターセプトか、最後の試合、VS10 ヤードファイト。VS 基盤を買ったつもりが、なんと M62 基盤、VS10 ヤードファイト。まさかアーケード。なんで買わせるんだよ、あれ。うまい、うまい、うまい。ああ、ダウン。すげえな、シンゴもうまいですね。よくあんな買わせるな。あっ、うまい、もうよける、うまい、シンゴうまい。あー、ダウンダウン。いやー、これはでもファーストダウンいきましたね。最後オフェンスが勝ったら熱いですよね。そうですね、このゲームの未来がつながりますよね。はい、これもしもパスが通ったらやばいなー。これですね、かなりのビッグゲイン通った。あー、まあまあこれですね、これですね。やっぱいかに勇気を持ってパスを出すか。そうです、
本物もそういうことでしょ、だって。まあ、ほんとそうですね。うん、おお、小競り合いの間に先に進むよ。足が速い。切る。うめえ。あー、うまい。いや、だいぶ進みましたよ、これ。十分ですね。やめー、ちょっとパスで。あー、ちょっとライン際だけど。どうよ。サードダウンシックスになってしまう。どうだ、これはどうだ、切って、これは行ってしまう。ほぼトントンくらいかな。あ、ちょっと進んでましたね。ホースダウン4。さあ、ここで決まるか。ここでナルが守りきれば勝利と。あっと、いない、いない、ナル。これ更新したか、更新したか、してないか、してないか、してないんじゃないか。足りてねえ。勝ったのはナル、優勝おめでとう。ギリギリ足りなかった。いやー、すごいわ、テンヤードファイターだ。いやー、すごい、ギリギリの接戦でしたね。じゃあ、ナル君、いや、放送席、放送席、ヒーローインタビュー。はい、じゃあ優勝したナル君です、拍手。どう、このゲームやったの初めて。初めて。そりゃそうだよね。ファミコン世代じゃないもんね、お前ね。そうだよね。まあ、ギリギリ。ギリギリ。すぐスーファミに変わったみたいな。スーファミ。ああ、なるほど。どうですか、アメリカンフットボール。漫画があったなぐらいにしかない。そんな漫画あったなみたいな。あ、漫画で知った。ふわっとしすぎだろ、みたいな感じで。あったなぐらいにしか思ってない。あったなぐらい。なるほど。読んでもいないっていう。まあ、そんな、分かってないナル君が優勝できたということでね。多分このゲームはクソゲーなんじゃないかなと思いつつ。まあ、はい、今日本日から、はい、10ヤードファイト世界一の名前をナル君に差し上げたいと思いますので。また。俺が世界で一番うめえんだよ、このゲームと。いろいろついてきたんですけど。そうそうそう、ファミコン世代にバカどもに教えてやってください。俺これ超うめえんだよ、やり方知らねえけど。なんかなる宣伝ありますか。宣伝特にないですか。特にないですね。特にない。大笑いの宣伝しなくていいのか。まあ11月にあんこ祭りあるよって、それぐらいなんですけど、ね、なるほど。もうあんの、お前何回ぐらい行ってんの、大笑い。でも、そんなに行ってない。月1とか、そんなもん。月1とか、行ってんじゃねえかよ。だいぶ行ってんじゃねえかよ。昨日行ってきました。あ、本当に。でもなんか美味しそうな食事いっぱい食えそうな雰囲気ね。まあ、そうです、ね。俺も、なんか、いつか行ってみたいと思うんで、その時案内してください。よろしくお願いします。多分、もっと詳しい人いると思うんですけど、ね。あ、本当に。まあね。タラバーさん。タラバーさんとかね。そうだよね。メタルブラック作った人ですね、その人はね。わかりました。というわけで、10ヤードファイト世界一。勝ったのはナル。優勝おめでとう。みんな拍手。ありがとうございました。まあ、そんなんでね、ミカドはこういうわけのわからんゲームで、またいずれ大会やっていこうかなと思っていますので、明日はですね、明日の企画は、ガンホースの、まあ、2人用プレイと、まあ、あとレシオ君が1人でやってクリアできるんで、シングルプレイと 2P プレイの、配信を、攻略配信をやりたいかなと、ガンホース、あのアイレム、同じアイレムさんのね、メタルスラッグ的な、ジャンプアクションシューティングゲームになってます。まあ、あの死んだ時のフォアーがもうとにかく面白いんで、フォアーもダブルフォアーにも期待が、ダブルフォアー、そうですね、空中でフォアーってなってそのまま穴に落ちるともう一回フォアーっていう、ダブルフォアーっていうテクニックが、もうちょっと遠いフォアーがする最近発見されてですね、ますます熱くなってる、フォアーフォアーで、まあ、レシオ君にやり込んでもらって、かなりあいつすごいいいプレーできるようになってるんで、明日ちょっと攻略配信を参考に、ぜひガンホース帝で遊びに来てほしいなということで、明日配信したいと思うんですけど、これがですね、僕がですね、もうね、ギターのね、収録が某シューティングゲームの、ギターを僕は2曲、2タイトル弾かなきゃいけなくてですね、はいはい、明日と明後日と金曜日にいないということで、アキラ君は帰れないということで、大変ですよ。明日どうだろうな。まあでも木曜には絶対来ますけどね。あ、そうですか。で、明日は一生がいるから大丈夫。そうですね。そうね。なので、僕はまた今週中ちょっといないんで、すいません。で、ガンホースの後、水曜日5月24日、8時エントリー開始、ブレイカーズリベンジ大会。そして、木曜日5月25日、チャンピオンレスラー大会。
そして金曜日がワールドヒーローズパーフェクト大会となっております。今月もちょっとコアなタイトルでね、押していきたいと思いますんで、どうか、参加希望の方はぜひお店の方へ参加しに来ていただき、見たいという方は配信の方楽しみにしていただいてください。よろしくお願いいたします。本日は月曜日から多数のご来場、ご参加誠にありがとうございました。 VS 1000ヤードホワイト大会以上終了。ありがとうございました。